結び方動画の本命結び編行ってみたいと思います。で、前の動画にですねご質問いただいてた菅森亜美さんみたいに本命がうまくできませんとかですね、それからこうやって編んでてできたりできなかったりするであるとか、あとはもう挫折してしまってる方、タコ糸にですね通す向きが同一方向になってませんでしょうかね。まあこのタコ糸のねじれに惑わされてしまってる、もしくは全くそんなの気にしてなかったという方はやっぱり本命を安定してできるようになるにはちょっと難しいと思います。ぜひですねこの動画の通りにやってみていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。本命結びあります。最初の編み出しにしてもですね、それからこうやって編み続けてきたにしても必ず編み終わりっていうのは糸が手前の駒の手前に2本来てますよね。これを後ろに回します。で後ろに回したらこんな感じ、駒にしっかりとまたがせます。でクレモナ糸をしっかり押さえて、まあ、ちょっとこの後動画なんで話しますけど、タコ糸を赤く塗りました。片方だけですね。このタコ糸の通す方向っていうのをちょっと意識していただきたいんですね。最初は普通にこの表から出ているタコ糸、つまり赤いタコ糸にそのまま通します。くぐらせましたら、後ろから出ていたこの糸を一旦駒の前に持ってきます。つまりこういう感じで糸を手繰っていってこの状態にします。つまり順目方向のタコ糸と同じ側にクレモナ糸を持ってきます。そしたら駒の部分、駒のこの縁をですねタコ糸の先端と結び目とに合わせて、今度は離しますけど、本来ずっと持っててくださいね。この糸、手繰ってきたこの糸を今度は白い方向に通します。あ、ごめんなさい、白い、タコ糸の方に通します。つまりこっちから逆目からこっちですね、こっちを通してください。でくぐらせて、途中までくぐらせましたね。でこの状態になりますので、そうなったら上から、要はよれてない、タコ糸がよれてない状態で上からクレモナをくぐらせます。そうすると形になります。要はタコ糸が、あ、ごめんなさい、クレモナ糸が2本輪の中に入った状態になってる。で引っ張ります。タコ糸が輪の中に2本入った状態になります。これで輪を上にめくってあげる。そして引っ張ってあげる。
これで本目結びです。もう一回やります。前に出てる2本のタコ糸を編み進める方を後ろに回して駒の縁にまたがせる。そしたら赤い方、要は表に出ている方のタコ糸にあわりをくぐらせる。でくぐらせたら後ろに回っている糸、一旦全部前に持ってきて、いや多分こう後ろになったままとかで引っ張ってしまっても頭がこんがらがりますので、必ず前に持ってきてこの状態にします。そしたらタコ糸の輪っかの先端と結び目に駒の縁を合わせてここで持つ。そしたら今度は同じ方向ではなくてこの後ろを拾います。後ろを拾います。こうですね。白い方を拾ってあばりをくぐらせます。で、手繰っていって、この状態になりますので、この状態になりますのでこうした方がいいですね。で、ここに最後に本当すいません、この状態になりますので、ここに上からあばりを通す。そうするとちょっとゆるゆるですけど、この形が出来上がる。要は糸が2本下に来た上で、その上に輪っかが回っている状態で、これを引っ張っていきます。そうすると手離しまくってますけど、この状態ができますので、最後に輪っかを上にめくって引っ張ってあげるとこうですね。ちょっと糸の通り方が悪かったのと、あと手を離しまくってたので申し訳ないんですが、これが本目結びになります。で、基本大前提としてやっぱり紐結びって同じ方向から巻いても巻きつくだけで結び目にはなりませんよね。なので、まあ順目方向と逆目方向、このあばりをくぐらす、要は糸を通過させる経路を意識して本目結びやっていただければ、きっとうまくいくはずですので、ぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。